チューガナビラウンナ村アリンクリンウンナナビヤイビーナオミヤイビーということでね、今日はねとってもいいお天気。全国版のねニュース見てると、もうほらね、新潟とかさ、もうそういうところがもう180センチも積もりましたとかっていうようなね、ニュースがね流れてて、もう私もう北国には住めないなと思っているんですけれども、今日はねいっぱいユンタクしたいと思いましてですね、ユンタク姉さんが隣にいるからもう早速、本当はね私最初のねワンラウンド、これは私一人でこう進めてたんですけれども、今日はよもう最初から行こうと思ってますのでね。あ、入ったいねーさん。あ、さっそい。入ったいねーさん。おいよ。指の三五瓶は抜くと、おいよ、さっそい。抜くと、ラワンには切らんな。やさっさい。っていうことで、ね、BGM はね、優しく優しく流れておりますけれども、早速でございますが、まあ、自己紹介していただきましょうかね。はい、どうぞ。わんにゃ、はなやの、ルミコドヤシがチューンユタシクウニゲサビラね、皆さん合ってるんでしょうか。合ってる。昨日何が行われたかっていうのがね定義わかるよね。実際よ皆さん、もう私はね何週にもわたって、来てくださいよ来てくださいよってねコマーシャルね、してましたけれども、うんなで組うどい、これがですね昨日ユーナホールの方で、あ、一昨日だ、一昨日ですね、そうですね、はい、失礼いたしました、一昨日、ユーナホールの方でですね行われました、うんなで組うどい。でその時の演目が花ういぬいん、これ良かったですよね。良かったね、うん、本当に良かった。でやっぱりね私たちこういうの見るとねかぶれてしまってさもうねずっとぐるぐるそれが回っちゃってでルミコさんがねやっぱりね組うどい、もう私よりもかぶれてるもんだから自己紹介今日絶対私これでやるとか言ってね、そうそうそう、もう言うて聞かないからさせましたけど、でもルミコさんさすがですね、女村の中田幸子どころの話じゃないですね今回はできてましたかね、とっても上手。あんた私の車乗ってる時のこんな上手じゃなかったのにリハーサルが超上手。もう一回もう一回やってみて。もういいわよ、できないわよ私は隣でパーランク叩くの、もうそういう役で終わっちゃいましたけれども、私だったらばどんな風に言えばいいの、ルミコさん。どういうんですか、どうぞ。組をどういう風に、うん、はい、わんにゃわんにゃうんなぬなびるやしがないひがしわんぬやくみやうわいびん8886字余り字余りメロディーだけはね大丈夫今月のね、うん、20日21日、はい、まあ、20日と21日なんですけれども、女の産業祭りがあるんですね、はい、でその時に第2代の、女ナビこのコンテストもね、あ、公開コンテストがございまして、でその時に私たち初代がね、もううまく、あ、うまくって言っちゃなんだね、どういうめでたくバトンタッチするんですよ、うん、なのでもうナビの役目はもうすぐ終わるよっていう、そういう意味だったんですけどね、わからん人はねぬーぬーもうじゃあ何人か応募の方はいらっしゃるんですね。そうなんですよ。で、まあ、書類選考終わって、うん、で本番にね臨まれる方が何名か、最終的に何名残られたのかっていうのは私聞いてないんですけれども、まあ、7名か8名あるいは9名いらっしゃるかな、その中で、はい、はい、21日の日曜日になりますけれども、まあ、その時によく頑張りましたね、はい、もうその間もそうなんちょっと寂しくなるんじゃないですかちょっとね寂しいっちゃ寂しいけど、うん、でもねやっぱりねナビってアンシートスールやったんだ
そんな、また今回もいらっしゃるかもしれませんよ。ええ。叩くですが。でも私ね、初代ナビで、選んでいただいてから、うん、まあ私なりに頑張ってきたんだけれども、ナビ、なんていうの、ミスなんとかっていうのが、この若川の可愛い川だけではないんだ。うん、女さんを愛する気持ち、うん、で、女さんを PR する気持ちがあればいいんだっていうことでね、そういう気持ちがあれば、ちゃんとこういうふうにね、選ばれるんだよっていうことをね、私、身をもって示しましたね。うん、でもやっぱりナビっていうと、うん、私からしてもそんなに、うん、ものすごい若いっていうイメージもそんなにないんですよ。とってもほら、なんか長く歌を読んでるっていう。だからね、いくつでもいいんですよ。あなたこれフォローしてんの？違うで、何か。フォローされてるのか落とされてるのかわからないんですけど。まあ、でもね、うん、ルミちゃんが言ってる通りね、ナビの歌をね、やっぱり広めるっていう意味もあるしね、うん、だから流歌にある程度こう親しんでる方とかね、勉強する気持ちのある方がね、ちゃんと選ばれればまた、うん、いいなって思いますね。だから今までのね、初代のグランプリのあゆみちゃん、彼女もとても美人でね、色が白くて本当にまた周りとのね、こう輪を保つのがね、うん、とっても素敵上手な方だったんですね。で、志保ちゃん、志保ちゃんはもう、今は27歳になるのかな、選んでくださった時の26歳でしたけれども、彼女もね、とっても小柄で、またとっても可愛くてさ、本当にもう、私はその2人のね、お母さん役みたいな感じでいつも立ってたんですけれども、はい、ミスナビの皆さんですっていうことでね、出るでしょ、例えばイベントごとがあってさ、私が最後に出るでしょ、みんなの顔が、何あの人っていう場面もいろいろありましたけれども、そこはまあユンタクでね、カバーしてまいりました。約2年間させていただきましたね、うん、でも、うん、どんどん輝いていくのが分かりますよね。あ、本当ね、うん、あゆみちゃんもしほちゃんもとても最初はね、緊張するとか言ってたんですけれどもね、うん、場数を踏んでいくとね、だんだん堂々としててね、うん、私はもう恥も何もない人間ですから、最初からあれはやっぱり自覚と自信ですかね。だと思います。もうすごく素敵な、ね、コメントを言うようになったし、うん、本当に逆に私が、ね、勉強させられましたね。ということで約2年間そのお役目がですね、今月のお疲れ様でした、うん、20日に終わるんですよ。なのでまた第2代目のね、うなナビ、素敵な方々が選ばれて、またおなさのためにね、頑張っていただきたいなって思うんですけれども、さてルミ子さん、はい、おととい見たこのうなで組うどい花ういぬいんよ、素晴らしかった、あれ、うんうん、素晴らしかったね。内容がすごい入りやすくて、うん、見てても何かね、うん、つかみやすいっていうか、共感できる部分がとても多かったような気がする、うんうん、そうですね。前説としてかい必ず解説があるじゃないですか、それがとっても分かりやすかったしね、でルミ子さんはまた今回の前説、うん、その解説の方がとても理解できたし、そうですね、うん、物語にもスッと入っていくことができたって、うん、すごく感心してらっしゃったから、ああ大成功なんだなって思ったんですけれども、お客様も多かったしね、多かったですね、うん、本当にやっぱり前回ちょっと聞いていたので、うん、今回2回目を聞くとやっぱり復習で、うん、あ、綺麗に入っていくっていうか、やっぱ回を重ねると、そうですね、また見方っていうか踊り手のね、うんうんうん、手足とかも見るようになって、そう、所作の方法とかも、そうですね、所作の一つ一つにね、神経勉強になりましたね。そうですね、膝は左膝側を、そうそう、つま先の方、ね、ピュンって立てるのは何でした、女性の方、そう、はい、女性を意味してる、表してるんだよってことでした ね、 そうですね。で、この男の方のね、の、はい、立ち方とかもありましたね、でもルミちゃんはいつも男の人の立ち方してるよ、そうですね、プライベート、ごめんなさい、私ねなんか飲むときもねそうなんです、うんうん、だからルミちゃんも今度からは、ね、そう、左足をつま先をピュンと立てて、もうしようらしく、最近ますます男性化してしまって必ず出るよねこの会話ね、男性化ね、本当、
でもね、また来年ね、それこそ女ウィークで楽しまないと2015っていうことでですね、いつです？2月でした。来年の2月、日にちはもう決まってますけれども、このパンフレットにはね、まだその日にちが決まらない頃にすり上がったものですから、開催予定2月ってありましたけれども開催されます。なのでまた来年その日にちが近づいたら、楽しみですね。今回ね、地方も女性の方だったんですよね。そうなんです。素晴らしかったですね。そうなんです。それでね、今回ほら女性、今おっしゃったようにね、女性ばっかりっておっしゃってましたけれども、これですね、なんとなんと雌花の会っていうことで、あ、そうなんですか、この OB 会、OB 会の中で雌花の会っていうのがまたあって、はい、それを立ち上げたのがなんと読谷村の山城彩乃さん。あ、そうなんですか、うん、なのでこの前の、あの組踊りの中では、巻き取りをしてたおじいさんがいたでしょ。すっごい上手でしたよ。でしょ、もうセリフ、あの長セリフを本当におじいさん、おじいさんのこの格好っていうの、腰をちょっと曲げて中腰にしてね、あれで5分10分ぐらいあったんじゃないかなって思うぐらいの長セリフ、それをずっとね、あの調子でお話しなさってたのが、この山城彩乃さんでね、とっても上手でした、でしたね、本当に素晴らしい。あのお年寄りをよく観察してるんだなって。そうですよね、なかなかね、あの、普通に出てしまうんですよね、若い人がやるとさっと立ったりね、それをもうゆっくりゆっくり、もう最後まで、もう感心しましたね、舞台に引くまで全然ね、きっちりなさっていた、感心しました本当に。そうなんですよ、この山城彩乃さん率いる雌花の会、だからこれから先もね、どん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 また大きくなっていくんだろうなっていうふうにとても期待しますけれどもね、琉球文化、内縄文化をね、これほらユネスコの無形文化財ということで指定、指定されていますよね。沖縄の誇りですね。誇りです、とても思いました。思いましたね、本当に。なのでこのおとといね、この花ウイの縁、これに参加なさった、皆さん、もちろんあの舞台裏の方もそうですし、出演なさった方々もそうですけれどもね、本当にもうお疲れ様、ご苦労様っていうことで、またこれからも頑張っていただきたいなっていうことで、拍手本当、ありがとうございました。本当にあの、なんていうの、七本当に本当にばっかり言いますけれども、言葉でちょっと言い尽くせないぐらい感動したもんですから、感動しました、はい、内容としてはね、やっぱり離れ離れに、なっているこの親子が、探して探して、で巡り合って、それで抱き合うこのお父さんと子供の抱き合うシーンでは、私ね、またなちぶさなおみだから、ハンカチ出してからに泣いてたんですけれどもね、でもよまたなんで父ちゃんもっと頑張らんって、私はね、やっぱりね、心のどこかで思うんですよね、思いましたね。でもあのどんなに頑張っても、なかなか お金にならない方も世の中にはいらっしゃるんですよね。そうなんだね、すごく正直に真っ当に生きても、そうだね、なかなかうまくいかない方もいらっしゃる、だけどやっぱりバランスってうまく取れてるのかね、ご夫婦ね、そしたらあの森川の C っていうこの父ちゃんは金稼げなかったけど、母ちゃんが金稼いで父ちゃんを迎えに行きましたうちなりなぐのちびらさよ、ほんとほんと300年前のね、組踊りからこういうストーリーができてるのでありますよ、ほんとあれって組踊りって日本、それからあの中国、沖縄のチャンプルーの文化ですよね、そうですね、3つの影響、これも組踊りはチャンプルー、チャンプル。沖縄はチャンプル。チャンプル文化でね。そうですね。本当に。ただ、今ね、政治の世界では、オール沖縄とか、いろいろ、またオールジャパンとか、いろいろな、書かれ方をしてますけれどもね。まあ、昨日選挙も終わって、そうですね、これから日本は、あるいは沖縄は、どの方向に進んでいくのか、心配なとこありますけれども、レミコさん、また第2ラウンドに向けて、はい、エネルギーを蓄えようぜ。コマーシャル行きましょうね。
第2ラウンド始まりました。うなむらアリンクリーンなんですけれどもね、皆様にねお知らせがございますので、行きましょうね。交通安全クイズのお知らせなんですが、年末年始交通安全県民運動実施にあたり、今年も交通安全クイズを実施します。クイズの出題は12月21日日曜日から12月26日金曜日の1週間、1日1問、朝昼夜の3回クイズを出題します。クイズの回答用紙を FM 読谷と嘉手納読谷のコンビニエンスストア給油所にて配布しています。すべてのクイズ出題後、 FM 読谷に設置された投函箱に30日までに投函してください。全問正解者には抽選で豪華景品をプレゼント。クイズの回答と抽選の発表は年明け1月3日 FM 読谷の新春特番内にて発表。ラジオインターネットお聞きの皆さん、さあみんなで交通安全クイズに挑戦してみよう。さあもう一つねお知らせございますよ、琉球ドラゴンプロレスリングからのお知らせでございます。琉球ドラゴンプロレスリングがお送りする年内最後のビッグマッチ、コザバトルフェスタ4開催。コザの町に風雲のぼり流天竜源一郎がまさかの降臨。ほ、豪華ゲスト選手も多数だって失礼いたしました。豪華ゲスト選手も多数参戦。1年の締めくくりはプロレスデイ。12月21日沖縄市ミュージックタウン音市場にて3時会場4時試合開始。前売りチケット特別リングサイド5500円、指定席4000円、一般自由席3000円、中高生シニア2000円。チケットのお求めはローソンチケット、ファミマプラス、または、琉球ドラゴンプロレスリング電話番号申し上げますね。 956-5500 プロレスで夢と勇気と感動と笑顔を、ということでですね、以上琉球ドラゴンプロレスリングからのお知らせでした。よくできましただからよ、私よ上手上手、うん、カツジェチュアルわけカツジェチュ本当にいくつになってもカチューで超悪いさチャンスがや、るみちゃん、はあ、そんな私上手嬉しいこんな私がですね、もう来年の4月だになるとね、うなむらアリンクリンね丸2年になるわけさ、うん、本当にねこれをねちゃんと聞いててくださったね皆さんありがとうございます。でね、先週なんですけれども栗花澄さんからですねメールいただいておりますね。私あのカレンダーをですね、ええ、プレゼントします、一部だけ先着1名様っていう風にね、うん、先週お話ししましたら早速栗花澄さんからねお電話入りましてね、でそれでメールもね入ってたんですよ。メールはもうトントロも犯してて、ちょっと気がつくのが遅くなりました。うんとね、読まさせていただきますよ。こんにちは、肌寒い日なんですが暖かい格好して過ごしたいです。ナビーさんに行く、うんなむらさかいしまうたぬちゅらさ、なさきあるフィトゥにたゆい勝ちぬくす、っていうことでですね、情けある人っていうことは私のことでしょうかね、栗花澄さんはいはい、やんどあのねカレンダーもちゃんとねここに取りに来ていただいたっていうことでね、来年ねこのまた見ながらいろいろ会とか階層とか人出とかね、いろんなのが1日1個ずつこうかあの掲載されてますので、それを、すごいですね、うん、今のね、見ながらまた楽しんでいただきたいなと思います、うん、また来年もね、まあ、まだあと放送 2,3 回ありますけれども、栗花澄さん、めぐみちゃんよろしくね、ありがとうニフェデビタン、ということで、今週の留学紹介をさせていただきたいんですけれども、レミコさん、はい、いきますよ。楽しみですね。今日は何でしょうか。今日はね、今年のあの流華大賞、これに応募なさった方なんですけれども、あの一般の部でですね、応募作品は363種だったんですよ、はい、あの児童の部とかそういったのを、うん、あの一緒にすると1200ぐらいあったんですけれどもね、うん、その中で一般の部の中から今日はですね優秀賞に選ばれた那覇市の玉城、うんと何さんですか、何さんですかね、難しい字ですね、二の和の国の二、そうですね、はい、何ですかね、ルミちゃんも読めないの、読めないのよ私いや、イバランごめんなさいね
って、なんてお呼びするのかしら、ね、間違えてもね。間違ってもあれなので、うん、玉城さんですね、はい、表彰式にも来ていただいてたと思うんですけれども、ごめんなさい、ちょっと私、これをちゃんと読めるようにお勉強しなかった。ごめんなさい、玉城さん。ということで、優秀賞に選ばれたテーマ、笑いでございます。トゥシユタルトゥムティシアンスナドゥシビ若さんびんじゃちわらてあしば年ゆたるとむてしあんすなどしび若さんびんじゃちわらてあしばとうとうとわらとうせごめんなさい玉城さんも本当にね、うん、優秀賞に選ばれた素晴らしい歌なんですけれども、うん、ナオミナビーよこんななるわけさでもね私本当にねこれあのもう私たちもねいい歌ですね、うん、あの若くはないのでこの歌のごとくね、うん、まあルミちゃんこの歌意味わかる？なんとなくわかりますよなんとなく、うんまあ、でもほら年取るとさ、うん、なんかあっちこっち痛くなるから、うん、もう本当にもうだいたい口から出るのってそのことばっかりじゃないですかね。あっちが痛いか、あまやむん、くまやむん、もうどうなんのかしらってそんなことばっかりなんだけれど も、ね、もうそうじゃなくてってことね。そう年取るとさやっぱり私たちも、うん、今現にそうなんですけれども、うん、老後の心配始めるじゃん。そうですね、うん、子供たちには迷惑かけたくないから、うん、老後のお金を一生懸命働いて今まで働けるから、うん、働いてるうちにいっぱい貯めてでそれでどうのこうのとかさで病院もね、すぐ行けるようにやっぱり町方に住まんとダメよ親とかよそんなことばっかりね、うん、心配してるさ、うんうん、でもねこの優秀賞に選ばれた玉木さんはそんなこと思案するなしわさんけ心配しないでってことですね。そう私は、はい、しわさんけ本当よ若い時のようにねもうニコニコと笑ってさこれからの余生を笑って過ごそうよ笑って遊ぼうよね、笑って足場、うんうん、笑ってください。笑ったらまた寿命も伸びそうですよね。伸びる伸びる、うん、そうよそれこそさうちの言葉であるさね、うん、なんくるないさ。はいルミコさん。なんくるないさなんくるないさ明日も晴れる、はい、イエーイヤンドこのなんくるないさ、うん、私本当にね、うん、やっぱ仕事してて辛い時とかストレスとかたまるじゃないですか、うん、もう出口が見えないって自分ではその時思うのね、うん、この問題にぶつかった時さ、はい、でもやっぱりそこでね出口が見えないのはなんくるないさって思う心のゆとりがない時の出口見えないんですよね。あそうね、うん、だからルミコさんほらことあるごとにさ、うん、なんくるないさってこう励ましてくれるから、うん今の私があるのはあなたのおかげよ本当にありがとうまた心にもないこと汗あんな言わんけ私ゆくさみたいじゃないですか本当よ嬉しいわ、うん、ありがとうなんくるないさそっすいなんくるないさそっすいはいということででさルミコさん、うん、話また変わるよはい先週の月曜日私はこの FM 読みたのですね、うん、終わってからもう一等場 あっちに行ったわけ一等場じゃない一等場して那覇の狩石あ終わってからすぐ直行でいらしたんですね、うん、であそこで那覇の沖縄狩石アーバンリゾートな、うん、こちらに直行行ってそこでまた着替えて化粧も直して、うんまあ、あなたもね、夕方にはりました、ね、そう再会して一緒に楽しんだんですけれどなんと皆さんあの、はい、女さんの宮崎ルミ子のルミ子じゃなくてよ東京本物ね東京の小柳ルミ子もう素晴らしい小柳ルミ子のね、うん、ディナーショーがございましてまあ、1年に1回ねああいうあの豪華なの自分にご褒美ということでね、うん、あの行ったんですけれどもお隣のねあの宮崎ルミ子さんも一緒に小柳ルミ子さんを見てまいりました。どんなでした？ちょっと話して聞かせて。ちょっとね、うん、どんなでしたってまず、うん、やっぱりねステージに出た時から、うん、あのスタイル、うん、特にねすごいねウエスト48センチですってよ私の太ももより細いんですよだからあんたの首周りぐらいじゃないいや本当
そんな感じでしたよ。すごかったね。で、私たち一番前の、あの、お席で見させていただいてたんですけれども、私本当に思わずさ、出て行ってからに、うとうとしてましたよ。しゃがんでルミコさん見て、うとうとしてしまったわけよ、うとうと。本当よ。そしたらルミコさんが、もう私観音さんじゃないんだから、そんな拝むようなことやめてくださいって言われてさ、そこでまた会場のね、うん、あの、大爆笑、あの、ね、受けてたんですけれども、本当に。で、お年が62歳。ねえ、うん、でもやっぱりさ、あの、堂々と、うん、私62歳ですっていうのは自信があるからですよね。そう、まだ62って言ってたさ、うん、まだ62ですよっていう。だからよ、普通は言えませんよ。言えない。あの、もう 60近くなってるこの終わった、うん、もう言いたくないわけよ、本当に。50代後半ですよ。62を見てって自信ですもんね。ね、うん、頑張ろうね。あれを見てね、ほっと、あの、ちょっと反省はしたんですよ、うん、でも忘年会が多いからつい飲んじゃったりするし、うんうん、食べたりするし、もう意志薄弱。そうなの、意志が弱いのダメじゃないですか。またね、来年からっていうと新年会でしょ、うん、もう新年会が終わったらきっとまた理由付けで何とかって言って、うん、言ってると思うのよね。そうなの、あの、今度は新入社員が来るからとか、なんとかね。で、またそれが過ぎたら一生飲んでね、またゴールデンウィークがあるからとか、うん、で、夏になったらまた、あの、なんていうの、バーベキューでしょ。そんで、はい、うん、あの、だってしょっちゅうね、 お誘いする人もいるのよ。ねえ、飲みに行かない？あ、いいわねって。わっさいビータさん。お誘いするのはなんと、ね、なんと隠しはしません。ナオミナビでございます。だってさ、私さ、うん、何のために働いてるかっていうと、私本当に皆さんに公言してますけれども、飲むため、お酒飲むために働いていて、この健康管理もしているのでございます。それぐらい私ね、うん、やっぱり、あの、親の子でございます。お酒大好きなのよ。うらやましい、うん、だからごめんね、ルミちゃんね、飲めないあなたをこんなにさ誘ってしまってね、本当にブクブク太らしてしまったのは私のせいでございますけれども。はい、12月もしっかり貯金しました。ブトブトブトボトボトボト。コマーシャルいきます。さてさて、うんな村アリンクリーンサードに来ましたけれどもね、ルミちゃんと私がね、うん、もうユンタクヒンタクしてるからね。ちょっとはね、色気っぽくね、
音楽具合を流してみようね。すごいセクシー。セクシーでしょ、ね、セクシーなね、田村のね、うん、Get on。さてさて、セクシーな歌をねバックにかけながらですね、うん、今日はねお知らせすることがいっぱいあるのでね、ルミコさん今日ね本当たくさんありますね、うん、でね今週の土曜日日曜日になるんですけれども、雲南村の産業祭りが盛大に行われるのでありますよ、うん、でこれですね11時にオープニングセレモニーがあるんですけれども、ま、場所から説明しましょうね、はい、ふれあい祭り体験学習センターこちらの方で、中も外もみんなを使ってね行われますで、はい、11時には土曜日ですねオープニングセレモニーから始まって翌日21日の日曜日、まあ、ワーキングホリデーということで、6時ぐらいで終わるんですけれども、ね、この2日間にわたってですね、うん、もういろんな催し物私たち今こう手にですねその産業祭りのパンフレットを持って、ねうんお話しさせていただいてますけれどもまあ、おなさんのね、特産品となると、はい、ルミコさん何がありますかね。おなさんの特産品？うん。海ぶどうとか。そうですね。はい。海ぶどう、それに、この、うん、この時期はね、うん、
残念ながらマンゴーはないのね、だからあてもや、あてもやがそろそろ出てますもんね、うん、そうなんですよ。あてもやもう本当にあのなんていうのかな、私の拳代ぐらいのものでも、うん、500円とか600円ぐらいするんですね。それよりまた人も、ね、うん、一回り大きかったりするともう軽く1000円とか一玉ですよ、するものが、ね、そうなんです。それが本当にあの無傷の本当に綺麗なものがですね、ご贈答用にっていう形であの買い求められる立派なもの、ちょうどこの時期はあのお歳暮とか、あ、そうなんですか。そうなんですよ。で本土の方にね送るって言って、うん、それこそあの午前中行かないと、うん、もう売り切れて午後にゆっくり行くともうないです。これごめんなさい、どんな味がするんですか？あてもや、うん、私、ね、果物がほら食べられないので、うん、あ、そっか、体質的にね、残念ですね。なのでこれですね、うん、はい、果物の中で一番糖度が高いって言われてて、甘いんですね、うん、とっても甘い、本当に、うん、一言で言うと、うん、砂糖、お砂糖、角砂糖を舐めてるよう なにそれぐらいの甘さありますね。中は白いんですか？白いです。で 種は大きいんですけれども、うん、もうその実がですねもう独特ね、あの甘さがあるので、うん、ただねマンゴーもそうなんですけれども好き嫌いはありますね。でも本当に好きな人はねもう大好きで、匂いがちょっとあるんです、独特な、あのな、この甘さ、あ、甘さが、甘さが甘すぎてダメっていう方中にはいらっしゃるじゃないですか。これ何か、うん、例えば食べ方とかあるんですか、そのまま、うん、ね、私はそのまま食べるのが好きなんですけれども、これをまたあのなんていうのかな、アイスクリームの上に、はい、さらにまたこの甘いのを乗っけて食べる方もいますね。あ、そうなんですか、うん、だからヨーグルトとか、あ、それもいいですね、美味しいかもしれない、ね、いいですね、酸っぱいヨーグルトにこの甘さ、ね、とってもいいかもしれない、ね、あ、ナイスレシピでございますね、美味しそう、うん、でほんとこのあてもやが飛ぶように売れます。それとあとはですね、あの柿、柿ってこ のお花、あ、うん、女さんすごいですよ。そうです、造園業の方々、本当に安いしね、またいっぱいいらっしゃるから、鉢物も安く売ってるし、切り花もねすごい豊富、そうなんです、はい、それであの500円300円ぐらいだったかな、うん、出して花をもう好きな放題を持って自分のこのオリジナル作って、はい、持ってってくださいってことでね、私ね花屋なんですけど買いに行きますよ、うん、もう本当に安いんですもの、安いんだよその時に、うん、それでいいものもたくさん出るんですね。そうなんです。それでまたあの、はい、おすすめです、琉球ガラスとかね、あ、そういった工房もいっぱいありますので、じゃあいろんなところの琉球ガラスが出てるんですね。そうです、もうそれがいっぱい並びます。でまたあの A 級品 B 級品 C 級品まで並んでて、もう本当にあのコップ一つ、本当はね、うん、1000円ぐらいするものを200円とか300円ぐらいで手に入れることもできます。でも普段ね使うんだったらそういうのがね、うん、もう全然いいですもんね。そうです、うん、で陶器もいっぱいあるし、ちょっと高いとねやっぱりお客様が来た時の特別っていう風に思うかもしれないんですけれども、うん、作ってらっしゃる方々っていうのは普段時計してほしいっていうのがやっぱりあるんですよね。今ルミ子さんがおっしゃったみたいにね。そうそうそう、だって陶器もね、うん、すごいアイデアが豊富ね、うんうん、ちょろっとなんか一輪挿し、いろんなのが今見たらあるんですけど、かわいいよ、かわいい、うん、こういうのをね生活の一部にしたらもう、うん、豊かになりますね、心もね。そうなんです、ね、ほんと、うん、ルー村恩納村にはねいろんなね、また作家の方々もいっぱいいらっしゃるので、うん、で女村ワクワク市っていうことで、あの産業祭りとですね、並行して進めるのがあるんですけれども、シーサーの色塗り体験ね、うん、それと沖縄ガラス の星砂の体験ね、はい、それとまた草木染め、これがですね、ちらさ工房の、ね、うん、美佐子さんが主催してやってる、元気になる黄色ね、そうなんです、うん、本当に元気色の黄色で、そうですね、福井の色ってこんな色が出るのってびっくりしますよね。明るい黄色ね。そうなんですよ。幸福木ですね、うん、そうです。で、まあ、それぞれにですね、あの体験するためには料金が少しずつかかるんですけれども、シーサーの色塗りが1000円ね、で、うん、沖縄ガラス星砂体験が500円、で福木染め、これはですねシルクに染めるものですから、はい、ちょっと料金張りますけれども、うん、3000円ですね。でご自分で染めたもの、うん、これをですねまた本当にシルクだからね、これ、うん、3000円で買えないですよ。そうですよね、うん、自分で染めたとなるとまた愛着もひとしおじゃないかなと思います ね、うん、でろくろ体験もあります、うん、これも全部ふれあい体験学習センターの中でね、行われますのでね、ぜひぜひ皆さんね来ていただきたいんですけれども、それとですね、あとですね、はい、あの同じく開催されるのが
うななびの歌詞と、女句、史跡の散策マップ散策っていうことなんですけれども、その日ですか。そうです、これはあの土曜日、ごめんなさい、土曜日になるんですけれども、はい、土曜日その会場に来ていただいて、で、受け付けます。これはですね、あの、入場、それとなんていうの、体験、はい、無料でございます。ふれあいセンターに、来ていただいて、で1時半から、始まりますけれども、約2時間、2時間あるいは2時間半、ね、はい、そうなんです、散策ですからね、でどこどこ行くのって言ったらね、まあ、ヌンドゥンチとかね、琉球ハイネズ、それとかあとウナナビの、ね、生誕屋敷、あと今はねもう跡っていう形でしかないんですけれども、あ、まあ、それとナビのね、あの歌の書かれたこの歌碑、ね、そういうところを回って、で、まあ、歴史を学びながら、もちろんですねガイドさんもつきますよ。私たちいてもなかなかそういう場所知らないところ多いんですよね、ですね。なので私ね、今回はもうナビのお役目今月で終わるんですけれども、まあ、今更ながらにまたナビのことで、女村のことまた勉強させていただこうかなと思ってね、これ参加するつもりでいますのでね。いいですね、また2時間歩いたら健康にもいいしね、はい、その後またビールうまいかもっていうことで、あの今ねまだ空きがございますので募集してますよ。これね電話番号申し上げます。商工会になりますけれども、966-8258、 966-8258、女ナビの歌碑と、女句史跡散策っていうことでね、ぜひぜひ、予約をお願いしたいと思います、本当にあの産業祭りあちこちらでね、あの今の時期だったらば産業祭り行われますけれども、その地域地域の特産物、それをまた、楽しみですね、安くで手に入れて、はい、それで目で見ても楽しい、で食べても楽しい、美味しいっていうのはね、やっぱり産業祭りに行くとね、はい、体験できます ね、 いいですね。女性部のもずく天ぷらもありますので、ああそうかそうか、なんかね、ぜひ食べていただきたいですね。レミコさんはこの時は、ね、どういったお役目でいらっしゃる。私、まあ、ちょっと食べる役もしかしたら食べる役かい、や花屋のルミコはガチマイナトンということで、本当にもう食べるのから見るのから、あ、それとですね、いろんなね、またライブも行われるんですよ。たくさんありますね、で吉本のね沖縄ラフ&ピースっていうことでですね、国際映画祭の過去のね作品を上映したりとかっていうことでね、もうもちろんこういったのもね無料で見れますので、とにかく20日の土曜日は朝のね、11時半ぐらいから、まあオープニングセレモニーはまあ退屈だからいいかな、11時半ぐらいから来てください。美味しいのもいっぱいあるしね。はい、本当に財布一つ握ってぜひ来てください。お待ちしてますよ。でね、その時にですね、翌日の21日なんですけれども、第2代のミスウンナナビーの公開審査もあります。これはまた、第4部で思い出しますね。なんも4部でねちょっとお話しさせていただこうと思ってます、はい、コマーシャルいきます。
はい、今日も雲南村アリンクリーン最後までね聞いてくれてありがとうね。あと9分でね終わるんですけれども、本当にゆたしく逃げさびらということでですね、先ほどから、第17回、女村産業祭りのねお話をさせていただいてますけれども、まあ21日の日曜日にはね、私ねこの日を境にですね、第2代ミス雲南ナビーさんたちにねバトンを渡すのでございますよ。これがですね公開審査なんですけれども、14時10分ということですから午後2時ですね、うん、で司会の方がですね、まあなんとなんと恩納村出身のねフリーアナウンサーの佐渡山美智子さん、私の後輩ですね。あ、後輩ですか。そう、高校の時のね、ルミちゃんの時代からみんな美人揃いだったんだね。まあね、うん、ナビがいる女村ですから、ですからね。それで選ばれたナビが私ってことでね、本当に散らかりでございますよ。でね、あのいっぱいライブとかっていうのもあるんですけれども、うん、久高悟さんのね、あなたの大好きな久高悟さんのライブとか、すごい優しい声ね、うん、で千葉な龍海さんのライブもあるし、うん、平小杉さんのライブもあるし、その後なんとなんとマグロの解体ショー、そうなんですよ、すごいですよ、うん、あの塊でね、はい、多分売っていたと思うんですけど、お安く、これもまた美味しそうでしたよ、格安。じゃあこの日の夕飯はマグロだね。うん、マグロ丼です。マグロ丼大好き、私。私も大好き、大好き。あ、美味しそう。痩せられそう。お昼ご飯さ、食べてきたばっかりなのにさ、もうね、食べて太ったらいいかって、ユダイジェイジェイするやん、ね、大好き、私マグロ、うん、で、ユーダイホールの方では吉本の沖縄ラフ&ピースの、国際映画祭の過去の作品を上映するし、それとあと、1時半からはザ・ブーム島唄物語っていうことでね、そういったものが上映されます。もちろん入場は無料でございますのでね、もうこぞってね来ていただきたいと思うんですけれども、見てごらん、るみちゃん、平小杉さん、うん、こんなちら限りだよ、綺麗な方ですね、うん、それとね、本当に綺麗、あの特別企画として、はい、あの有効市町村の北海道石狩市と岡山県の吉備町、はいはい、うん、その物産も販売するんですよね。あ、すごい、どんなの持ってくるの、うん、楽しみですね。ちょうどあの女祭り、その時女祭りの時には吉備町の方からは桃、そう、ね、美味しいですよね、美味しいよね、うん、今の季節だと何かな、何でしょうか、まあそれもまた楽しみやな。柿とか違うか、柿、うん、海の柿、うん、山の柿、あの果物の柿ね、うんうん、ルミちゃん、どうなんだろう、果物の柿っていうとさ、うん、お酒飲む前にあの柿を食べると、はい、体にいいっていうの知ってる？悪酔いしないんだって。あ、そうなんですか、うん、なんかあまり食べ過ぎると体を冷やすっていうのは聞いてるんですけど、夜はねあんまり良くないよ、うん、だからお酒飲む前にちょこっと食べると二日酔いしないっていう風に聞いているので、そうなんですか、じゃあ、はい、私は今ですね、お酒を飲む前にこれをですね、うん、かじってバンバンと、東京も酒が飲めるぞっていうことでね、嬉しいですね、飲んでますけれどもね。それでね、ルミ子さん、はい、もう一回ね、私ね、うん、美佐子さんの作ったこのカレンダー、何でしょう、先週ね、栗花積さんにね、差し上げたんですけれどもね、あ、うん、あ、こちらは美佐子さんが作ったカレンダーなんですか、10年の歳月をかけて作った、ヤカタカタバルの貝と生き物たちのカレンダーということです。美佐子さんって言ったら、あの今福木染めの、そうです、そうです、ね、お話しした、はい、そうなんです。でルミ子さん、このね、美佐子さんはこのチュラサ工房 の、あの代表でいらっしゃるんですけれども、まあ、一応ですね、なんていうの、1日1枚で365枚掲載しているこのカレンダーをですね、はい、県内の純駆動っていうところで売ってたり、うん、あるいは商店でね購入できるんですけれども、まあ、あのご存じない方はね、また私がお話ししたいと思いますけれども、うん、チュラサ工房のですね、電話番号もね申し上げましょうね、090-1946-0147、090-1946-0147で、美佐子さんは先週いっぱい、うん、あのタイムスホールの方でですね、やっぱり会の展示会っていうことでね、うん、もう朝早うから夜までねこれにね没頭してましたけれども、本当私思うんですけれども、美佐子さんはね、
あの女の女性の仙人、女って言ったら女村ね、そうですね、女村の稲具の仙人って私思うんですよ。もうこういう自然を大切にしていこうよっていうことをね、うん、本当にあの声高にね、でこういう活動をするにもお金が必要なんですけれども、お金がない時にはなんと自分の土地を売ってお金を作ってこういうことをやってるんですよ大変な人ですよ、なので、うん、皆さんこのカレンダーですね、あ本当に買っていただきたいなって思うんですけれども、ね、今ね、いろんな埋め立ての問題が、ね、うん、いろいろありますけど、うん、このカレンダー、カタバル、そう、館のカタバル、あんなにたくさんの貝、生き物たちがいるんだっていうことを、はい、やっぱり皆さんにもね、はい、感じてほしいですよね。そうですよね。もともと600何十種あったらしいんですけれども、うん、だいぶ減ってきているっていうことでね、その中でもよりすぐったものをね、365個載せてます、うん、でこれカレンダー1年間終わったら今度は図鑑としてもね、利用できるし、子どもたちにね、うん、ぜひこういう貝の名前、うん、生き物の名前勉強するのにとってもいいのでね、いいですね、うん、説明もちゃんとされているし、されてます。あ、これ本当図鑑みたいなもんですよね。そうです、しっかりした宝でございますよ。思いがとても詰まってるような気がします。まさに、ね、そうなんです。でお値段が、本体が1200円、まあ、税込みで1296円っていうことになってますけれどもね、うん、もう10年間かけて作り上げたもんですからね。そうなんですよ、本当にお安いですよ。本当にもう美佐子さんのね、血と涙と汗の結晶でございますのでね、うん、本当におすすめいたします。お花のカレンダーもとっても素敵で心癒されますけれども、うん、またこのね、館方の貝と生き物のカレンダーもぜひ、うん、お買い求めいただきたいなと、はい、そしてよろしくお願いします ね、この生き物の命をね、直に大事に大事に感じていただきたいなと思います、はい、さてさてルミコさん、はい、このねいい音楽が流れてきて、これをバックにですね、もうそろそろですね、そろそろ YIBC が自治よ12月の7日よ、先々週の日曜日にさ、うなの駅、 はい、あそこの10周年ということでねイベントがあって、はい、うん、この時に男気ガラポン抽選会というのがあってさ、あ、はい、2000円以上買い物した方にはこのガラガラポンあったんですけども、うん、なんと1等がさ、商品がヤギ1頭だったわけそうなんですか。本当にで私行ったらね、本当にヤギちゃんがね、大きい赤いリボン首から下げてね、可愛いヤギさんいたんですけれども、なんと当たったのが小学生の男の子もうびっくりよね。それでこのヤギちゃん、どうしたんでしょう、うん、下取り2万円で下取りもするよっていう、うん、福券付きだったんですけれども、結局連れて行かれました。ドナ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 っていうことでね、まあもう少し大きくしてからどうするのか、うん、あるいは、うん、ちっちゃいヤギだったんですね、うん、中ぐらいのヤギ、あ中ぐらい、うん、だけれども、うん、まあでもすぐに大きくなるんですね、なるはず、うん、でこれをどうするのかっていうのはちょっと聞かないでおくけどペットとしてもねしばらくいけるかなっていう、とっても可愛いねお目目をしててね。ナミさんはヤギの方はあダメなんですよ、さやさやするだけ。ルミちゃんは、私大好き大好き、もうね、うん、いろんなお祝いにすぐ飛んでいって、うん、ヤギ汁出るよって言ったら、もうそう大好き。本当ヤギはどんなやって鳴くんですか、ね、さて来年は何年、はい、来年は、うん、羊でしたね。羊の鳴き声は、羊もどうでしたっけ、一緒よ、一緒でしたよね、うん、はいめでございます、はい、なんだかんだ言いながらね、あと18秒になりましたけれども、あれ年女じゃない、あ、言わんき、あ、ごめんね、そんなこと言っちゃう、今週も女村アリンクリン聞いてくれてニフェデビタン、またやったさよなら。